先生、今日は新聞読んでらっしゃるんですか？そうですね、最近ね、若者の活字離れとかなんとか言われますけど、社会人たるもの基本は新聞ですよ。新聞、新聞読まないとろくなことがないですよ。社会人たるものはね。なんか面白いニュースありました？いっぱいありますよ。これ例えば瓦の見せ方様々とかね、金利で瓦採用支援とかね、結構おもろい記事が載ってるんですよ、この新聞。なかなか興味深いですよ。なんか変わったニュースばっかり載ってますね。そんなことないですよ、これいい新聞ですよ。日経新聞ですから。日経ですか？そうですよ。これちょっと見てみてください。え、なんか私の知ってる日経とは違う。あ、日本屋根経済新聞。そうですよ、略称日経じゃないですか。そういうこと、こんな新聞があるんですか？そうなんですよ、実はこの新聞があって、屋根とか瓦とかね、そういうものにまつわる記事がいっぱい載ってるんですよ。世間はあんまり知らないかもしれないけど、知る人と知る、いろんな記事が載ってます。で、今回は実はここをヒントにテーマを探っていきたいと思います。私たちの生活に欠かせないもの、普段私たちが目にするものはどこでどのように作られているのか、じっくり見たい伝統の技から今がわかる革新的な技術まで、ものづくりをテーマにお届けする30分。ものづくりサンデー。先生、今回は屋根がヒントなんですよね。そうですよ、今回のテーマは姫路城の屋根にも使われている瓦ですよ。瓦、いい瓦ですよね。やっぱりね、この瓦あってこその姫路城ですもんね。そうそうそう、日本建築ですよね。綺麗です、のどかな風景ですね。今回もまたのどかですね、ここでものづくりが行われている。なんとなくのどかとものづくりが合ってきますね、これね。のどかだからこそ生まれるものが。そういうことです。あの煙突の下で何かが作られてるんですよね、この町で。風呂ちゃいますよ、俺銭湯となんとなく銭湯っぽいけど違いますよ。あ、瓦の文字だ。そうなんですよ、今回ね、瓦作りを見せていただくのはこの姫路に本社を構える紅葉製菓さんなんですね。ここで瓦いっぱい作ってます。お、犬の鳴き声聞いてみましょう。何これは？犬を飼ってらっしゃる。犬や。これ紅葉製菓の番犬、よく吠えるでしょ。毛いっぱいあるわ、ふさふさしてるわ。春ちゃん強そう。春ちゃんも強そう。春くんはなんか優しそうなお顔ですね。うちの芝居のクッキーより強そうやね、こっちの方が。はるかによう吠えてるな。いいとこ住んどる。しかもこれ、これ犬小屋なんですよ。これ、屋根瓦の犬小屋。なんて贅沢な。いいとこ住んでるでしょ。分かってる？君分かってる？あ、分かってない分かってない、もう寝てるだけね。寝かけて、あ、寝てないけど、まあ全然分かってない多分。で、この犬小屋の前がオフィスなんですけども、ここでいろんなことを企画したりとか練ったりされてるんですけども、どん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 近づいていきましょうか。奥の方に普通に座っておられる、社長さん、実は社長さんなのかな。はい、女性社長ですね。しかも4代目の社長さんですね。伝統のある会社ですよね。日本伝統いぶし瓦の窯元です。要するに瓦を焼いている会社ですね。いぶし瓦っていうのは素焼きの性質を持ちながら非常に耐久性があるという、そういう素材となってます。姫路城の瓦っていうのは何社かで共同して作って、その中の一つとして紅葉製菓もお役に立てたかなということです。姫路城で実際に使われているのがこのいぶし瓦なんですね。ここで作られてるんですけども、すごいでしょ。なんかまあものづくりというよりは伝統工芸というイメージもやっぱありますよね。この地域に非常に良質の粘土が取れたということで、ここが一大産地となっておりました。この辺は昔は神崎郡と言われてましたので、神崎瓦ということで全国に名を馳せております。で、全国でもこの大観光品質ということで、まあ、何本かの指に入るという品質を誇っておりますね。やっぱり良い土が取れるっていうのが瓦の産地の条件なんですね。で、瓦といえば淡路島が有名なんですよ。実は姫路も結構有名なんですよね。で、まずは瓦の原料を土から見ていこうと思うんですけども、これが土ですね。ちょっとパッて見てみたら分かっていただけると思うんですけど、はあ、ブルーシートは土が乾燥しないように適度な湿度を保っておくようにかけてます。昔から瓦屋は一土二釜
産技術って言われるぐらい土がやはり大事なので、土釜技術、これみんな重要なんですけども、その中でも特に重要な土がやっぱ要なんですね。これ選び方もコツがあるんでしょうね。重要ですよね。ここがポイントになってきますね。釜の焼成に耐えられる土っていうのが大事ですので、今は全国からブレンドをしてもらって、粘土屋さんから届けてもらってます。それは秘密です。でもね、土は企業秘密なんですよ。そこが気になりますけどね。これを教えちゃうとどこでも真似できちゃうんで、やっぱりそれだけ重要やということですよね。で、土を使ってカラーを作っていくところをこれから見ていこうと思います。ちょっとベルトコンベヤーみたいですけども、結構大きな機械ですよね。そうですね。これで土を運んでいってるわけですね。まだ土の段階ですね、これ。そこでやっぱ土をしっかり練っていくわけですね。一気にこうやって練っていくわけですね。そう、やっぱ粘土質のものにしない、それで一気にこう変わるわけです。もう全くこんなに綺麗な土になっていくんですか。土の原型がもうないですよね。粘土に完全に変わってますから、なんて滑らかな。そう全く雰囲気変わってるでしょ、機械から、はい、その中身がね。で、ここでポンと切っちゃうというね。で、これで一気に切っていく作業もあっという間でしたね。で、これでなんとなくもう分かりませんか。なんとなく形から大きいですね。でかいですよね、確かに、はい、相当大きな瓦ですよね。これ原型見ても分かりますけども。で、ここで瓦の枠みたいなものをこうどんどん作っていくんですけども、うんうん、結構力強い手ですよね、この職人さんも。ここはもう人の手で。そうですね、一体何してるんでしょうね、これ。このアラジっていうただの板なんですけど、これをある程度の形に仕上げていきます。なんでちょうどここが家紋になる部分なんで、これでプレスしていきます。これがプレスなんですね。プレスってなんか押すってことですかね。押すというイメージですね。実際のプレスの金型なんですけども、どうやってやってるか見れると思うんですけども、わかりませんか。瓦の横にありますよね。そう、家紋を入れるわけですね。100種類以上あるらしいんですよ。そんなに種類あるんですか。瓦ってやっぱり実はいろんな多様性があってね、一つだけじゃないんですね。やっぱりいろんな形があるんで、でここで入れていくんですね。いよいよ。で、この印のためにこうやって金槌で手作業でやっていくわけですね。意外と大変な作業でしょう、形質的なね。土の量が多かったら焼いた後にそれがポロッと取れて割れてくるんで、土の量とか測りながら、まあ職人さんですね、陶芸家に近いような感じの作業になっておられますよね。これ見ても分かりますけど、微妙な手つきで微妙な量加減を全部手で測ってるって感じですよね。この一手間一手間にかける時間と労力考えたら、なかなか大変な作業ですね。これで空手みたいにバーン、空手で割れませんよね。この見てたらね、変わらないし、もったいなさすぎて空手バカ時代みたいにパーンやってえらい目に遭いますよ、これ。こんだけ時間がかかるんだもん。そうなんですよ。で、綺麗ですよね、あそこの家紋っていうか、あそこのね、印のとこ、しっかり入ってますね。入ってますよね。これで出来や原型みたいなのがこう上がってくるんですよね。はほら、こう持ち方もね、やっぱり一つ一つ丁寧に持たれてますよね。扱いがね、全然違うでしょ。あ、綺麗に入ってる。そうでしょ、綺麗ですよね。まだちょっとね、ちょこところどころ出てますけども、家紋がもうほとんど形が見えてますから。あ、次向こうのまたためだいうのがあるんで、そちらに行きます。ためたいって何でしょうね、これね。作業なんでしょうね。専門用語ですね。あ、これもなんか芸術家っぽいような台ですよね。なんか作業しそうな。ここでこの仕上げ作業ですね。先プレスしたやつをベラベラを取っていく作業になります。で、あと機械の跡が残ってるんで、このままやったらちょっと商品にならないんで、こうやってね、プレスした瓦をきれいにしていくんですね。一つ一つ取って整える作業ですね。これもやっぱ芸術的ですよね。製造業というなんか機械的な響きではやっぱないですね。ものづくりっていうか、まあもっと陶芸にやっぱ近いような感じもしますね、見てると。で、これがためなんですけど、今ここまっすぐなんですよ、プレスした後なんで、これをね、こうグイッと。いいんですか、これグイッと曲げちゃって。なんでせっかく綺麗にしたのに丸つけてしまうんやろうな、プレスしたのに。なんか理由があってもあるんだとは思うんですけどね、はい、なんか理由があって負けておられるんでね、やっぱり。ちょっとこういう瓦もあるんですけど、こう見てもらったら分かるんですけど、こう反ってくるんです。で、この反り方もいろいろあるんで、こうまっすぐな板を焼くと、こういうガタガタしたものができるんで、でこれでこう先に溜めておくと、だいたい焼き上がりでまっすぐ
形になるんで、焼き上がりをね、まっすぐさせるためにわざわざあえて曲げるんですね、ああやって、うんうんうん、最初から曲げておくことをためっていう作業なんですね。そうですね、やっぱり焼き上がりとかね、やっぱ陶芸ですよね、焼いて形が変わっていく、よくわかるでしょ、全然違いますよね。面白い作業なかったらあれだけ曲がっちゃうんですね。そうなんですよ、まあ、やっていく中で試行錯誤の中でやっぱ分かってきたためという作業、やっぱ重要ですよね。素晴らしい。でこれが磨きですね。表面にもやっぱり見えない小さな穴いうかあるんですけど、そういうのでちょっと決め整えてやるとちょっと色も綺麗になりますし、こう磨いたところの色が違うの分かります？これ微妙でしょう、磨き後磨き前、はい、違うでしょ、やっぱり艶が違いますね。ものすごく綺麗でしょ、艶を出すために磨く、全然違いますね、やっぱ色がね光ってますよね、右側のがね。この作業は欠かせないわけなんですね。ということですね。綺麗ですね、もう細かなとこが文様も入っててね。あ、そうですね、ちょっとあの飾り瓦コンクールっていう、まあ、鬼市だとか、まあ、その芸術大学の生徒さんたちがその作った作品をする展示会みたいなものがあって、そのコンクールですね、そこで、はい、そうですね、ちょっとグランプリ大賞を取らせていただきまして、はい、ありがとうございます。すごい、おめでとうございます。あ、めっちゃ嬉しそうやったね。作品がこちら、そう、複雑ですよね、なんかね、頭の中も結構複雑なんでしょうね、芸術家なんでしょうね。あんな優しいお顔された方が、うん、優しい顔してる、手は力強かったよ、でも彼は大胆ですね、うん、作品は大胆な作品ですね。でも綺麗ですよね、なんかね、どう作るんやろ、こんな細かな、いちいちすごいですよね。そして瓦の工程に戻ってきましたか。そうですね、いよいよ乾燥させるんですね、今度は殻並べてね、乾燥過程も十分重要ですよね、これも、うん、さあ、で、また一枚一枚丁寧に扱っておられますよね、やっぱり。ここにも芸術作品というね、感じがしますよね、見てたらね。壊さないように、傷をつけないように作業するっていうのがちょっと重要ですね。やっぱりね、みんな慎重に慎重に扱っておられますよ ね、 ね、本当に優しさが現れてますね、溢れてますよね、変わらないっていうかね、そんな感じがしますよね。でちょっと今度は大きめの機械がやってきましたよ。これで何をするんですかね。おこれで湿ってるんですかね。あの4日釜って言いまして、まあ、1日目火をつけまして、次の日もずっと火をつけたままで温度を徐々に上げていくんです。いきなりこうドッと温度を上げるとやっぱり割れる原因になるん で、 で3日目で火を止めて、4日目で徐々に温度を自然で冷却させながら、それで4日間、4日間じっくりやるわけですね。1土2釜のこの釜の部分、そうです、そうで技術がやっぱここにも集まってますよね。4日後いよいよ出来上がったんですけども、ワクワク、どんなんが出てくるんやろう。陶芸と一緒やね、ほんとね、これ釜の中に入れてね、じっくりじっくり煮込んでね、本当に今まで一生懸命やってきたもんね、ここでここで割れてたらやっぱ嫌やもんな、やっぱこれまさに陶芸の感覚ですよ。焼き上がった、出てきましたよ、色合いが変わってますね。そう、銀色やね、綺麗なね、いぶし銀色みたいになってますね。さすがです、ここで粘土色が一気に濃い色に変わって、おほら ね、 そうですね、銀ですよね、やっぱ綺麗な銀ですもんね、これこれが、まあ、これやったらもう想像できますよね、屋根瓦に乗ってるね、どれぐらい縮んでるんやろう。1割ともうちょっとだけですね、 1.1 かそれぐらいですね。焼いて中の水分が抜けてこうギュッと凝縮される感じですかね、うん、水分抜けるとあんなにちっちゃくなるんですよ。だから最初あれだけ大きかったんですね。そういうことですよ、うん、でこれでやっと完成なんですね、うん、すごいでしょ、いろんな工程経てるでしょ。そうですね、もうここまで人の手がいっぱい必要なんですね。そう、すすで掃除機を吸って、掃除機で吸って完成です。すすを取ってるわけですね、ああやって、あ、ようやくこれで完成品なんですね、になるわけですね。出荷できますよね、で持っていかれるわけです。やっぱりここまでやっぱりすごい工程でしょ。本当美しさの秘訣は細かな職人技でした。芸術も入ってるしね、単なるものづくりじゃないですよね、これね、すごいのは、はい、で次はね、いよいよ四角形の瓦だけじゃないです、瓦は、うん、実は姫路の大天守閣に乗ってるあのシャチホコに迫っていきますよ。なんや
これ、前半はみんなが知っているあの屋根の瓦を紹介しましたけど、でも実はね、これも瓦みたいですよ。これもそうなんだ。そう、芸術ですね。ちょっと怖いなこれ。誰やろこれ。実はね、ここで作ってるんです。会社からちょっと離れたところにあるんですけども、ここでいろんなさっきの芸術的な瓦を作ってるんですね。飾り瓦の職人さんがいらっしゃるんですね。いらっしゃるわけですね。わあ、一生懸命やるでしょ。まさに職人ですよね、像見てたらね。はい、なんかものづくりという製造業と本当違いますよね。そうですね。また細かい作業されてらっしゃる。ね、何の作業でしょう。掘っておられるんで、鬼師というんですね、これ。かっこいいですね、そう、また呼び名が。手作りで。一体これは何なんでしょうかね。二人鬼いてね、お寺の胸鬼言うんですか、なるんです。だいたい18個、胸も乗るんですけどね。19の自分からですからね、50年、51年ですかね。今70歳ですから。51年ですよ。大ベテランですね。そう、さすがの腕前ですよね。大したもんですよね。もう手で全て覚えておられるんでしょうね。うん、ああやって掘っていかれるんですけども。作り上がるまでは1週間。焼き上がるまでは2、3ヶ月いうとこですかね。やっぱしこの度の姫路城のシャチですかね。2ヶ月半ほどかかってやっとできたもんですからね。大きいもんですから2メーターありますからね、大きさが。やっぱしどれぐらい無事に上がるか上がらんかをもう作り上げた後でその心配の方が勝ちますからね。焼き上がって出てった見てやれやれも思いましたからね。それで上上がったらまたやれやれ、やっと上がりましたいう感じで。苦労がすごいですね、やっぱりね。そうですね、安堵感の方が大きかったんですね。やっぱこれもね、瓦の工程の複雑さやと思うんです。製造工程のやっぱり土から作って、それから焼き上がりまで焼く工程でやっぱ変わったりするんで、大変ですよね。やっぱり自分の作った作品がこう屋根に乗ってするいうのですかね。やっぱり自分では見られへんけど、50年100年先にそれをまた他の人が作った時点で、またこの、あ、こんな人が作ったんやないうのがまた残るかなあいう、そういう達成感ですかね。建物見んと屋根見るが多いですね。旅行なんか行っても結構屋根見ますね。あ、いいえ、鬼上がってるなとか。やっぱし仕事柄そういうのが一番に目につきます。いろいろね、する場所によってね、道具作るんです。元こういうもんです。こういうもんをみんな自分で叩いてこういう格好にしたり、これもみんな自分で作るんです。実はこの方、前半出てきたグランプリの清水さんの師匠なんですね。あの花鬼を作られた。そうですね、師匠らしい感じですよね。やっぱりお師匠さん、お話ししながらも絶対手を止めませんもんね。そうですね。で、仕事が大好きで仕方がない。仕事と生活がもうほとんど一体化してる。それこそまさに職人の鏡みたいな人ですよね。大好きで大好きで仕方がないんですね、仕事。いよいよ今度は何ですかね、これは。これはまた別の、すごい速さで、なんかこれも瓦ですかね。瓦かもしれませんね。パズルみたいな感じですね、なんかはめておられますよ。いぶし瓦を素材として見るといろんなものが作れますので、例えばちっちゃな粒を作って、そしてそれをネット張りにすることによって、壁とかもう床とか天井とかどこにでも貼れるようなタイル、モザイクタイルとかいうものを今開発して作っております。大阪のアベノハルカスなどはエレベーターホールにもわーっと貼れると、非常に日本的な和モダンの雰囲気を醸し出すことができます。で、これで日本国内だけじゃなく海外にも出すことが可能になりました。これはもう地球規模で広がっていくと思いますよ。すごいですね。地球規模ですよ。いよいよ瓦の新しい使い方、これぞまさにブレイクスルーですね、はい、革命ですよね。世界共通なんだ。イノベーション、どんどん広がってきますね。アベノハルカスまでは見に行きましたから、まあ誇らしいっていうんですか、きちっと並んだような形には入れるなんていうのいつも言われるんです。こう斜めとか鋭角にとかね、幾何学的な模様は綺麗ようでもあんまり良くないらしくって、
難しいですよ、それはそれで。ね、規則正しいのは意外と簡単、こうやれって言われたら規則通りにね。でも規則を外すっていうのは実はすごく難しいことで、この作業には芸術性というか職人性が出てますよね。必ずしも同じものを作らない、揃ってない感がまた逆にいいですよね。そう、おしゃれですよね。ちょっとね、規則な方がデコボコしててね、こっちの方がいい感じがしますからね。いいですよね。全てちょっと違うでしょ、微妙に違っててデコボコ。いぶし銀というのはもう今日本でしか作る技術が残ってないと言われているので、もう世界の人たちは見たことがないと。ただやっぱり人間のなんか何かが覚えているんですよね、この素材というのをね、まあ、いい雰囲気を醸し出しています。こういう職業がだいぶ減ってきているので、やっぱその辺をこう大事に次の世代につなげていけたらなと思います。もう日々の修行ですね。もう毎日毎日自分のダメなところが見えてくるんで、もう日々の積み重ねでよりいいものを作っていける喜びですかね、はい。もうなかなか小さい企業ですので力がないんですけど、でもその小さいからこそ隙間をスルスルスルといくということができて、皆さんのお世話になっております。今回はものづくりの原点というか、やっぱそのみたいな職人技ですね、その素晴らしさを見たと同時に、それがどうやって生き残ってきた、やっぱこれ廃れていく傾向あるんです。それの生き残り方も見ましたね、この中にね。本当に素晴らしかったと思いますね、今回も。神戸の中心に位置する都市公園東遊園地、1868年日本初の西洋式運動公園としてその歴史が始まりました。東遊園地も神戸を代表するスポットですが、皆さん神戸といえばと聞かれて何を思い浮かべますか？毎月1回お送りする神戸キーパーソン。このコーナーでは神戸という街を選んだ起業家や神戸市のプロジェクトなどに参加する若者にスポットを当てます。リポートしてくれるのは瀬川アニータさん。ベルギー人の父と日本人の母を持つ20歳の現役女子大生モデルです。ここ東遊園地で新たに神戸を代表する文化を発信すべく、音楽、IT、映画などを組み合わせたクロスメディアイベント078が開催されます。ボランティアスタッフとして参加される神戸大学大学院生の渡辺瑠衣子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず078というのはどういうイベントなんですか？はい、神戸市が打ち出した神戸2020ビジョンである、若者が選ばれ誰もが活躍する街というのを実現するために、神戸市が未来に向けて魅力活力あふれる都市であるということを発信するためのイベントとなっています。具体的にはどういうイベントが開催されるんですか？はい、IT、音楽、映画、食などのテーマを中心として、さまざまなテーマが交流して、イベントが開催されます。渡辺さんは学生スタッフの代表として毎年3月にアメリカで行われるクロスメディアイベントサウスバイサウスウエストに参加。今回の078へ生かせるようにとイベントを体感してきました。この芝生の広場では世代を超えて楽しめる3つのジャンルのイベントを用意しています。音楽はジャズのコンサートやフルートのコンサートなどが行われ、夜になるとここで映画祭を行う、あと子ども向けのイベントがあります。夢を持つ子どもたちを応援するスイミープロジェクトでは巨大こいのぼりの通り抜けイベントも行われます。こちらではファーマーズマーケットなどのフードコートが設置される予定です。神戸らしい食材をたくさん用意しています。ザ・神戸という食べ物が食べれるということなんですね。はい東遊園地だけでなく港の森公園芝生広場でもロックとテクノの野外フェスが行われ、デザインクリエイティブセンター神戸でも IT をテーマとし、クリエイティブで生活に根ざしたイベントを実施します。このイベントでは渡辺さんのように若い方を中心に活動されているということなんですか？はい、078のイベントをより良くするためのアイデア出しなどを、若者を中心で行ったりもしました。すごいですね。学生や社会人が集まって参加者目線でアイデアを出し合いました。
渡辺さん自身も神戸ですか？はい、私は兵庫県出身で、この先もずっと神戸で住んでいきたいなと考えています。素敵ですね。じゃあこれは一歩先につながればいいですね。はい。078は5月6日土曜日、7日日曜日の2日間開催されます。078は、若者がやりたいことをチャレンジできるようなイベントになっていってほしいと思っています。これを機に神戸といえば078として認知されるようなイベントに育っていってほしいなと考えています。これからが楽しみですね。はい、頑張りたいと思います。次回の物知りサンデー、テーマはスイーツ。世界中の甘いもの好きもびっくり、看板商品が持つものすごい記録に迫る。2年前と3年前と、2年連続で世界一になっています。そして現場の声から生まれたものとは。こんなものがあったらなっていうのを、現場から声に上げると、公務係の方で作っていただいて、できた時は感動でした。来週もお楽しみに。